はい、では始めましょう。今日はね、速度のところ行きます。こっちでいいぜ。なんでこっちか。いいよ、指で使うの。下下下。はい、オッケー。じゃあ、これは下です。いや、今組み立ててない。ほっ、ハロー。うちはそのまんまじゃね。2、4、5、8。掛け持ちはできない、掛け持ちはできない。そこにリターンじゃない、意味ない。確かに。手をかざすと車が走り出して、で壁があった時に止まるっていうプログラムを組んだんです。音も入れたら、あ、よかった。でもさ、ぐちゃぐちゃになったような気がする。てか、え、ここそうだっけ。多分これがここに来るんだよ。じゃあ、もしかしたらさ、この間だからセンサーが効かなくなっちゃうんじゃない？おお、来た。じゃあこれ逆にすればいいんだよ。え、これをバックにすればいいんだよ。オートストップの技術を開発しました。はい、ではどうぞ。考えたり、アイディア持って使って考えたり、していることが楽しいです。楽しく学べていいです。じゃあ一番好きな授業って言ったらどれ？レゴ1時間じゃ短い、足りない。短い、めちゃくちゃ短い。普段やらないことを自分で考えてやったりとかするのが、まあ楽しいと思います。動くレゴっていうのは今までなかったから、やっぱり楽しくなる。やっぱレゴって楽しいよね。楽しいっすよ。簡単なところもあるけど、時々なんか複雑なとことかあったりして、でも面白い。そこ自分で何かやってすぐ反応があって、試行錯誤ができて、それが成功する体験ができる。これはね、すごく大きいかな。絶対に自ら進んで何かをやるっていう子にはなっていくと思います。